妹、沢勝忠8月21日から1944年4月23日は、日本の地球物理学者、地震学者、東京帝国大学地震研究所所長、男性力学研究者として知られている、石川県に生まれる。1921年、東京帝国大学工学部船舶工学科を卒業し、翌年東京帝大女教授となり、 造船工学者の末広教授の下で、振動論を研究した。航空研究所を経て後、末広の招きで、地震研究所に移り、1928年教授、1942年、寺沢寛一の辞任により同研究所所長に、選任された。1944年に死去した。地震波電波の数理解析が著名であるが、飛行機の機体構造に関する、 数理的研究も数多く残されている。また、船舶に関する振動の減衰や摩擦の研究、区形板や薄板の振動研究など多岐にわたる論文を発表した。1924年に造船協会論文賞を受賞している。また、著作として1932年、振動学、岩波書店、工業物理学総章を表している。 工学博士の松浦勝正は当時の振動学の先端的世界を網羅した大著と紹介している。1931年に地震波の生成電波その他に関する理論的研究で学士恩師賞を受賞した。1927年に層がある場合のレイリー波の位相速度に分散性があることを発表した。1935年には金井清と共同で 表面層を持つ場合の工事のレイリー波である M2 波の存在を理論的に示した。表面波にはレイリー波とラブ波とがあり、実際に観測される表面波は表層の効果により、均質な倍質を伝播するレイリー波とは相当に異なる性質を示す。レイリー波とラブ波の基本的な動きは上下動と水平動の振幅の違いで区別でき、ラブ波には上下の振動はない。 だが、上下道の振幅の小さい表面波が観測されることもあり、また、振動軌跡が通常のレイリー波とは逆になることもある。M2 波の発見は、表層の条件に応じて、このような波が発生することを明らかにした。近代日本土木人物時点、国土を築いた人々では、山口県出身。死因については、山下文雄は栄養失調。 西沢治は、廃病と述べている。また西沢は、妹沢は、死の直前には、地震研究所所長の座にあり、また、海軍の航空技術省と陸軍の航空技術、研究所の嘱託も兼ねていた。このような、過重な職務が妹、沢の体を蝕んだであろうことは、想像に難くない。と述べており、過労死の可能性も示唆している。ありがとうございます。